先立ちまして選手入場式を行います。それではここで選手を代表いたしまして里村芽衣子よりご挨拶申し上げます。本日は宮城野区文化センター大会にご来場いただきましてありがとうございます。センター大会一発目ということで、私たちは6日の日に、新宿フェイス、そして7日の日にファイトクラブの後楽園大会を終えまして、そして13日には初の新潟県長岡大会を終えてきました。13日の長岡大会では佐藤亜美が休業前の最後の試合ということで、試合を無事に終えて、亜美は1年間学業に専念してまた1年後に戻ってきたいという熱い言葉を残して、今もう学業を専念してますね。はい、1年間待ってていただきたいと思います。そして、ここにはカサンドラ宮城はいませんが、もう今日カサンドラメイクされてる方が3人ほどいますね。すごいな、前にもいる。お、素晴らしい。カサンドラからね、一番クライマックスの時に挨拶をさせてくれということでしたので、この後試合の時に挨拶しますので皆さん少々お待ちください。はい、ということで仙台ガールズちょっとね、人数は減ってしまいましたけど、ハイジは今、海外修行に行ってます。もうちょっとしたら戻ってきますから、はい、楽しみに待っていてください。乾杯。ありがとうございます。今年は、宮城県ならず、岡山大会進出します。あとは岩手でまだやったことがないので、岩手県の今北上の方で、予定をしておりますので、スケジュール、今日の夜に発表させていただきたいと思います。仙台ガールズ今年も頑張ってまいりますので、今日も1試合目からメインまで精一杯選手一同戦います。応援よろしくお願いします。どうぞお期待ください。タッグマッチ15分一本勝負を行います。青コーナー、岡山県出身147cm 56kg マーベラス進藤美香香。
神奈川県出身164cm60kg志田コーナー大阪府出身160cm57kg中学2年生まなみー新潟県出身157cm68kg イギリスファイトクラブプロチャンピオン里村
過、5分経過。Oh!
ね、年始早々からはちょっと期間が空いてしまいましたが、こちら千住のホームグラウンドでやっと新年の挨拶ができることを嬉しく思います。今日はありがとうございます。ありがとう。そんな今日は対戦相手海を渡ってきたそうですよ。ウィキペディア情報によると初めて日本に来たそうです。そして初めて日本で試合をやって今日が2戦目だそうですよ。で、まあ、キャリアは5年ぐらいあるそうです。それで、もう向こうで結婚してるみたいですよ。それで、まあ、同じ団体にいた人と結婚をして、まだ新婚で2年目でほやほやみたいです。一緒ね、まだ子供はいないんですけれども、早く帰りたくて寂しいよって言っていました。二度と日本に来たくねえと思わせてやるぜ。いいか、これを見ろ。これは年末に試合で私は本当に指を折りました。本当ですよ、ネタじゃないですからね。でもね、試合でこうやってネタにしてるから治りがとっても遅いです。でもそれで皆さんが笑っていただけるなら、私の指をでも1本や2本差し上げましょう。そしてちゃんとギブスをちょっと尖らせてあります。今日のポラキノール館長は最強です。今日あいつに高田純次とポラキノールをやってやる。それが今日の私の目標です。よし、それでは最近の大合唱で締めたいと思いますよ。あ、ちなみに対戦相手の子はレイリーンと言います。レイリーンですよ。まあいいね、別に私が勝つんだから、別に名前覚えてもらわなくていいんだよ。余計なこと言ったわ。いいか、それじゃあ最後にリングの上で笑って立ってるやつの名前を言ってみろ。青コーナーよりそのレイリン入場。第2試合シングルマッチ15分一本勝負を行います。青コーナー戦場初参戦、アメリカ出身162センチ54キロマーベラス USA レイリーン。高コーナー愛知県出身158センチ58キロ急性Yeah!
봐. 이렇게 완전. Thank you.
やったタッグマッチ15分一本勝負を行います。青コーナー東京都出身158センチ60キロワールド女子プロレスディアナサリー、ボスニアヘッズゴミの出身166センチ67キロアレックス167センチ70キロ松本ひろよ。長崎県出身167センチ63キロマーベラスカオル。レフリーパンチ田原。お気をつけください。開けてください。開けてください。お気をつけください。お気をつけください。Go!
いけないんですか。5分経過、タイムリースパース。そんなこと言ってんじゃねえよ。
経過10ミリスパース。セミファイナル純度 100% 戦場対決タッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー出身地魔界168センチ65キロカサンドラミラキー。福岡県出身160センチ56キロ第7代仙台ガールズワールドタッグチャンピオン岩田美香。赤コーナー宮城県出身151センチ56キロダッシュちさか。福井県出身158センチ82キロ第7代ワールドタッグ第8代ワールドシングル仙台ガールズ2冠チャンピオン橋本千尋。
Yeah!
試合が5分経過、5分経過。やったー、はい、終わり、また。Thank you.
作れな宮城ロック文化センター、いやそして宮城県のクソ野郎だわ、クソ野郎だわ、クソクソクソ野郎だわ。まあ今日はよ、あえてあいつらに花を添えてやったんだよ。あえて出番少なかったんだよ。あえて負けてやったんだよ。コスチュームも破けるしな本当に。まあだがこの後のよ、バトルロイヤルで、ロイヤルでジョー・カサンドラ様のクレイジーでいいところ見せてやるから、そこも楽しみにしとけ。まあカサンドラ様の超すごい超いい試合はここ宮城県を出てフリーになってからのお楽しみってことだ。まあまたいずれどこかで会おう。バイ。ただいまより本日のメインイベント、全選手参加新春バトルロイヤル30分一本勝負を行います。選手入場、誰になるのか当ててみろよ。それではバトルロイヤル最後に勝って笑って立ってるやつの名前を言ってみろ。めちゃくちゃじゃねえか。でもな、一つだけ私の名前だけは一つもなかった。まあいいだろう。もう一つ言っとくことがある。とても大事なことだ。私事だが、今日この後7時から東京に戻って試合がある。レフリー吉野圭吾、サブレフリーパンチ田原。
松本ひろよ隊長。さっきはようやくだな。おっしゃ、あげるぞ。あげろ。Thank you.
参加退場。はい、上がれ上がれ。Yeah!
退場。 ご提供いただきました浅部屋様本当にありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。
ご提供いたします。今年も一年、盛大なライブをよろしくお願いします。